はい、ナナムさんのツイッター上もですね、この3月25日の単独コンサートナナムだよ10人集合の表題が大きくですね、一番トップに出ている状態です。本当にこれを見るたびに3月25日の単独公演本当に良かったなと返す返す思う今日この頃です。本当にまた今後の活躍大いに楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。ねえ、何車でまとめる時間がなんかもじもじしてるじゃあ佐伯しおりから行こう。しおちゃんから。あ、本名言っちゃったみたい。内緒で内緒でオフサイトでお願いします。めっちゃフルネーム言ったわ。しらよ、さりげなく本名ばらされました。改めまして佐伯しおりです。言うことバラバラになっちゃうかもしれないんですけど、います。この大学4年間を振り返って、あ、ちょっとそんな泣くところじゃないんです。泣くところです。いいですよ、泣いてそこは泣いていいんです。周りに比べてとってもバタバタと駆け抜けた4年間だったんです。で、まあ結構入ってる人が、結構気持ち分かってくれる人がいると思うんですけど、某多忙サークルに私は3年間入っておりまして、でずっとなんですかね、なんかタスクを毎日毎日ずっとこなす日々で、なんか自分が何をしたいかとか、なんか何をやばいなんかどうなりたいかとか、なんか人生の夏休みって大学生言うじゃないですか。でもなかなかそういう充電期間とか考える時間っていうのが自分には取れなくて、私はなんか人生を振り返った時に、この4年間で大丈夫だったのか、このまあそのサークルとこのナナムの1年間で大丈夫だったのかって結構悩んでた日々も多かったんです。だけど今日この景色を見れて、私はすっごく、まあ、いっぱい間違えたし、いっぱい怒られたけど、みんなにいっぱい怒られたけど、私はすっごくすっごく楽しくて、もう ここまで4年間バタバタしたし、大変なことも多かったけど、やってよかったなってすごく思います。でそう思わせてくれたのも、ここにいる大事な大事なメンバーと、ここの4年間で出会った大事な大事な皆さんのおかげです、ね、結構みんなに怒られたり、しねーとかふざけんなーとか言われることも多かったけど、で後輩4年生なのに後輩には本当に何もしてあげられてないけど、本当に何もしてあげられてないけど、みんなのことが大好きな気持ちは人一倍あると思います。ね、ここにいる人たちのことも本当に本当に信じてもらえないかもしれないけど、本当に本当に大好きです。今日この景色を見させてくださってありがとうございました。いいこと言う、ね、めっちゃいいこと言うじゃん。めっちゃいいこと言うじゃん。どうしようかな。すごいなんかプレッシャーがかかる、ね、なんか本当に私語彙力ないマンなので全然いいことを言えないんですけど、ね、好きだよ。違う、ありがとう。好きだよ。喋って喋って喋って。なんか私たちみんな某多忙サークルに入ってるメンバーからアイドル好きが集まって、マリサヤが誘ってくれててできたチームがナナムなんですけど、私自身小さい頃からアイドルがすごい大好きで、月島輝星ちゃんとかボートさんとかがすごい好きで、本当に本当にアイドルに憧れてた時期があったんですけど、でその YouTube とか見てると、そのおすすめになんかいろいろ出てくるじゃないですかそこにユニドルの映像が出てきて、その高校生ぐらいの時かな
に出てきて、すごい、あ、イニドルってすごい私も出てみたいなってすごい思ったんですけど、やっぱり私自分にすごい自信がなくて、自分に自信がないんですよ全然だからありがとうございます。だからこんな私がユニドルなんてキラキラした世界に飛び込んでいいのかなっていう気持ちがすごいあって、で大学1年生の頃からそのコピアーさんとかの明治大学なんで募集があって受けてみたいなとか思ってたんですけど、結局受けられずそのままダンスサークルに入って過ごしてきたんですけれども、私のモットーにしてることが妥協しない諦めないっていうことで、やりたいことは絶対やるって決めてるんですよ。だからそのユニドルっていうのも絶対諦めたら今後後悔が残るし、絶対絶対後悔しか残んないし、そのあユニドル出たかったなって思いながら人生過ごしていくのがすごいすごい嫌だったので、その、ね、本当はマリとサヤがずっとナナもやってて私もやりたいなって思ってたんだけど、いや言えなくて、自分に自信なかったしキャパもなかったし、なのででも誘ってもらえて声かけてもらえて今こうやって舞台に立ててるのがすごい嬉しいです。であとなんだろう、私はすごいお芝居とかもやってまして、実はそっちの活動が明大祭とちょうど被ってたんですよ。でその本当に舞台のお昼公演終わってから明大祭出るみたいな感じでやってたんですけど、もう本当にすごいいっぱいいっぱいで、あんまり練習も行けないし、でもやっぱりみんなが支えてくれたりキャッチアップとかすごい手伝ってくれたりしたので、私は明大祭に立てたし、今もこうしてステージに立てております。みんなに I love you です。みんなに I love you です。ちょっと重いかな。絶対結婚しような。絶対結婚しような。しような。おお、優しい。好きだよ。ありがとう。いやもうね、ニコちゃんとは半同棲してるんで今。あ、そうだね。ね。っていうのは多分してないと思う。でナナムとしての活動は今日で最後なんですけど、私は今後も舞台に立ち続けたいと思ってるので、ダンスとかお芝居とかぜひ今後も応援してくれたら幸せです。ありがとうございます。はい、ちょっと2時間半以上もう渡るちょっと長丁場で皆さん立ってるの大変だと思うんですけど、もう少々ちょっと我慢して聞いてください。よろしくお願いします。私は先輩方が、あ、もう泣きそう、ナナムで活動してるの見ててずっとユニドルやりたくて、でそんな先輩からナナム入ってみないって声かけていただいて、念願だったナナムの活動ができて、もう本当に毎日ね幸せで、辛いこともすごいあったんですけど、でも先輩たちみんな優しくて、先輩大好きだなって思ったし、さやもキャパお化けなんですけど、すごいいろんな仕事をやってくれて、でも全然弱音も吐かないし、お互いすごい支え合って、さやと一緒にサークルの活動も一緒にアイドルのナンバーとか作ってたんですけど、ずっと一緒にさやと相方でやってこれて本当に本当に幸せでした。で後輩たちもすごい辛いことはいっぱいあったのに、いつも練習楽しいよとか言ってくれて本当に幸せでした。入ってくれてありがとう。そして来てくださった皆さん、全然知名度もなくてファンも全然いなかったのに、こうしてツイッターとかイベントを通して私たちのことを知ってくださって、こうして足を運んでいただいて本当に本当にありがとうございました。あとサークルのみんなもお手伝いも本当にありがとうございます。これからもナナムの応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。喋る前から泣いてしまっているんですけどまずこの単独公演ができてるのはまずナナムを作ってくださった先輩方のおかげで、今日も
何人か先輩方が見に来てくれるんですけど、くれてるんですけど、本当に先輩たちの顔見るだけで泣いちゃう。なんか私とマイナは2年生の時に初めてインドルに出たんですね。2、3年前だ。で、あの先輩方に声かけてもらって、インドル出ないって言われて声かけてもらって、私たち自身すっごいアイドルが大好きで、ダンスサークルの方のアイドルナンバーとかに一緒に出てて、え、もう本当に私たち出たくて出たくてしょうがなくて、そういった時本当に嬉しくて、で今こうして3年間続けてこのステージに、最後のステージに、ナナムと最後のステージに立ってるんですけど、この1年がやっぱり一番濃くて、一番上の学年になってから、まずナナムはダンスサークルの派生してるユニットなので、やっぱユニドルっていう世界にズブズブ入れなかったんですね、今まで。例えばイベント出なかったりとか、大会だけに出てて、でもなんかちょっとだけその環境を私と前に出してみよう、ユニドルの世界にどっぷり使ってみようっていうことを話して、イベントにマリサイで初めて出たスペシャルガーズレボリューションスペシャルガーズレボリューション出て、イベントって楽しい、こんなに人に知ってもらえるんだ、あ、イベントでファンの方ってつくんだっていうことがすごい分かって、よし、そこからいっぱいイベント出よう、こんなナナムっていいチームなのに知られてないのもったいない、もっと知ってもらおうと思って、この1年ずっと頑張ってきたんですね。今までやんなかったツイッターの活動すごい頑張ったりとか、イベント頑張ったりとか、なんかその結果がこの単独公演なんじゃないかなって思ってて、この1年間ので、やっぱり私リーダーなんですけどやっぱリーダーって楽しいことだけじゃなくて、もちろんやっぱりそのね、みんな忙しいんですよ、ダンスサークルに所属しながらだから、ここの4年生とか以外すごいみんな忙しいから、やっぱり私たちが支えるしかなくて、後輩をもちろん支えたいし、忙しさもわかるから、だから全部私たちでいろいろイベント出たりとか業務やったりとか、でも本当に楽しいことだけじゃなかったけど、本当に楽しくて、やっぱこの4年の4人のメンバーだからここまで来れたっていうのも本当にすごいあります。やっぱね、語彙力全然ないけどすごいパワフルなダンスやってくれて、しかも今アマステでね、バリバリナナムのね、知名度を上げてファンの人もいっぱいつけてくれてるミキティがいるじゃん。そしてさ、ポンコツで何も仕事できないの、本当に本当に何も仕事できないのね。しかも振りも覚えてこないの、今日も位置間違えたしでしょ。でもなんか憎めないじゃんなんか愛されてるし、なんだかんだうちたちも死ねえとか言いながら大好きなしおりちゃんがいるじゃん。そしてさねえ、なんでよなんでよそしてさ、さやの大好きなさ、相方のマリナがいるじゃんもう最強だなと思うの。本当にさっきマリナちゃんが言ってくれたけど、本当にマリナとはこの4年間もう3年間というか、大学1年生の時からずっと一緒にやってきて、相方で本当辛い時も忙しい時も、プライベートもマジで本当1週間毎日会ってたりとか本当にずっとしててね、本当に一番大学に入って出会えてよかったって思うのがこの子なので、今こうやって最後のステージ一緒に立ててめちゃめちゃ嬉しいです。ごめんなさい、めっちゃ喋ってるねで、本当にいい子たちが集まってくれて、みんな可愛いじゃんみんな可愛いしめっちゃ泣いてる。みんないい子なのよ。こんなさ、ポンコツな私たちにすごいみんな先輩大好き先輩大好きってくっついてきてくれて、単独公演やりたいって言った時も忙しいけど出たいって言ってくれた子たちがいて、本当にこうやって最後10人でステージに立てて幸せだし、多分この景色一生忘れないし、多分こんな楽しいこともう人生でないって確信してます。はいはいはい、まあ、言い切ったかな。あ、でもで本当に伝えたいのは、この単独公演で伝えたいのは4年間の感謝、先輩方もだし、ずっとこんな忙しくて家にも帰らない、大学にも行かないなんかもう帰ってきたと思えばもうなんか家帰って寝るだけのさ状態
を支えてくださったコウさんみたいなこと言ってる。身内ネタダメ、身内ネタはダメです。支えてくださったやっぱ家族のね感謝もあるわけよ。でそしてこうやってねえこんな来てくれてねえこんな来てくれてる皆様への感謝でもあり、手伝ってくれてたみんなの感謝でもあり、本当に皆さん感謝してます。本当にありがとうございます。ちょっと時間やばいよね。でも寺尾からねお伝え、そうな、ちょっと今後のねことについてね、はい、寺尾からお伝えさせていただきます。まあ、4年生がいなくなってしまうということで、7も10人いるんですけど、4人のメンバーが卒業してしまって残るは6人になってしまうということで、今後のことをみんなそれぞれいっぱい考えてきました。でこの単独公演で皆さんに伝えようと思って考えてきたんですけれども、これからナナム少し充電期間に入らせていただきたいと思っています。でも未来をこう、ね、先を見て考えた充電期間なので、いつかまた皆さんの前にナナムとして立てる日が来るように、みんなもっといろいろ考えてそれぞれ力をつけてまた戻ってきたいと思ってますので、それまで皆さんナナムのこと忘れないでください。お願いします。でもツイッターとかも、あ、そうそう、ツイッターには生息していこうと思ってますし、もしかするとイベントとかもナナムとしてではないけれどもね、ちょくちょく出るかもしれないので、皆さんの前にはね、ちょいちょい現れようと思うのでなので、はい、そこは安心してください。でもナナムとしては少し充電をさせていただきたいですという報告をさせていただきます。はい、まお返しします。でも決してこれはなんか那須大会には出ないっていうことです。はい、はいよはいよはいよ、泣いてしまったが、楽しい時間はあっという間で、ということで、なんと、なんと次が最後の曲になってしまいます。そうそうそう、ちょっとね、分かってる人少なかった、ね、もう何行こうか、まだまだまだだまだまだ想像してない次が最後の曲になってしまいましたって言ったら、みんなまだ来たばっかっていうのがナナムの恒例にしたい、してるけどしたいことなの。だから今のリハーサルだったよね。次本番だよね。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう一回行きます。なんと次が最後の曲になってしまいます。その本当に最後の曲いきたいと思います。最後はこの曲、ホットアップ。あ、やばいです。